井さんの天気予報です。はい、お伝えします。昨年は少し体調を崩してしまって長らくお休みいただいたんですけれども、ご迷惑ご心配をおかけしました。すいませんでした。おかえりなさいませ。また今日から、はいはい、頑張りますのでよろしくお願いします。さあ、今日から仕事始めという方も多かったかと思いますが、はい、青空でしたね、うん、気持ちがいいお天気でした。はい、今日の天気図から見ていきましょう。さあ、今日は日本列島この高気圧に覆われてですね、晴れというところ多くなったかと思います。気持ちのいいお天気でしたが、ただ気になるのが西側から近づいてきている前線です。明日の天気図見てみると、低気圧を伴って進んでくるんですね。ということで西から明日はお天気下り坂になってきます。次第に雨が降り出しそうなんです。そしてあさってに注目してください。ぐるぐる巻きの低気圧になってますよね。これ低気圧が発達するよということを表しているんです。で、この等圧線の間隔が狭いということは風が強まるんです。で、この前線の南が南風が強まりそうなんですね。で、さらにこの前線が通過するタイミングでざーっと雨も降りそうなんです。で、今回南風ということでちょっと春の嵐のようなそんな雰囲気になりそうなんです。それほど寒いわけではないんですが、ちょっと荒れた天気に注意が必要ということになってきます。ということで雨の降り方見ていきたいと思います。まず今夜から動かして見てみましょう。今夜雨が降るところは、九州の一部ということになりそうなんですが、明日日付変わって明日の朝ですね、西日本では雨や雪の降るところが出てきます。さらに明日の日中動かして見てみます。西からどんどん雨雲雪雲広がってきますね。正午の時点で北陸や近畿なども雨や雪の降るところが出てきそうです。そして明日の午後にかけて見てみると、東海や関東なども夕方頃からですね、雨雲雪雲広がってきます。明日のこの時間帯をもう関東など傘が必要ということになりそうです。関東山沿いなど北部などでは雪になりそうです。さらにこの後見ていきます。明日の夜以降見ていくと、雨や雪のところ東北まで広がってきそうなんですが、この後日付が変わって明後日です。明後日は西日本のこの辺り、青濃い部分や黄色の部分が出てきますけれども、これが前線なんですね。前線が通過するタイミングでざっと雨が降ったりですとか雷が鳴ったり、そういったことが考えられます。で、明後日の日中にかけてこの前線がこう日本列島通過するようなそんな形になります。関東なども雨が一部強まるところが出てくるかなと思うので、明後日ちょっと注意が必要ということになります。そして雨が降っても気温は高いんですね。で、今週全体的に高いんですが、そうなんです、って思うような数字が特に水曜日にかけてですね、これ4月並みの気温、東京では17度、金沢15度という数字が出ています。でも西日本などではもう明日から高くて長崎20度。そうなんです、すごい気温ですね。そうなんですよね。那覇も明日25度で夏日の予想。これ4月下旬並みの気温ですから、もう全国的にちょっと今年はおかしいぐらい気温が高いなという印象ですね。特にあさってにかけて気温高くなりそうです。